スイーツ巡礼からご説明をさせていただきたいと思います。スイーツ巡礼ですが、主に女性やファミリーを対象に各札所やその周辺にございますスイーツを食べていただこうというふうに企画した新しい巡礼スタイルです。例えば、こちら画面を見ていただくと、このスイーツは六角堂で販売しておりますへそ石餅という餅菓子なんですが、女性やファミリーに人気がございまして、六角堂参拝の折によく買ってくださいます。このようなスイーツが各札所に必ずあることに注目をいたしまして、このスイーツを目的に女性やファミリー層に巡礼をしていただいて、お腹と心を満たしていただきたいというふうに考えて企画をいたしました。海外から外国人、アメリカ人だけではなく、ヨーロッパとかアジアとか、各国からちょっと質問を受けることになったんですが、その中でよく聞かれるのは、巡礼とは何ですか？あまり考えたことがないんじゃないですか？ちょっと思ったより、いきなり難しい質問が来るんだなと思うようになったんですけれども、ちょっと考えてみました。旅みたいなものなんですよと、ちょっと返事するようになったんですが、